今回はストリームヤードで過去にやった動画ををダウンローーードドすする方法をお伝えします、えー、ストリームヤードからですね入っていただいたのはこのブロードキャストというところからこのパストブロードキャストというのがあるのでこれを押しますそうすると過去のものが出てきますこんな感じでで、えー、ダウンロードしたいものに関してはここですね例えばここの3つの点のところをここクリックしていただいて そして、えっ、ー、と、ここですね。ダウンロードレコーディングっていうものがあるので、これを押してください。はい。そうするとダウンロードができます。ですね。ダウンロードレコーディング。これすると動画がダウンロードできて、ダウンロードオーディオオンリーってことで、音声だけだったら、この音声だけっていうものもダウンロードすることができます。ちょっと押してみますね。はい。こういった風にしていくと、 出てきますで、ちょっと書いてますけれども、このレコーディングは15日間ですね、有効ですっていうふうに書いたりとかしてますので、こういったふうにやってみてください。今、こういったふうにちょっと動いたりとかしてますけれども、準備が整ったらダウンロードが始まるということになります。で、えー、とストリーム用途をですね使った直後ですね、配信した直後はまだ、えー、と準備中ってことがあったりとかしますので、 データのですね。なので、ちょっと遅れる可能性があったりとかするので、まあ、ある程度ちょっと時間を置いてからやってみるといいです。はい。ですね。例えばこういった部分とかでも、ダウンロード、レコーディングっていう風にして出,せる出すこともできます。まあ、その他にも、えーと、これを配信したら、例えばこれだったら YouTube チャンネルで配信してるので、View on YouTube っていうところを見ると、YouTube が見れたりとかするし、 ここで言ったら、えー、Facebook のライブもやってたんで、ViewOnFacebook っていうふうにやったら、その開催した Facebook のところに、えー、リンクを飛ばすこともできるので、どういったものがあったよっていうのが分かったりとかもします。はい、ということでですね、s t r e a m ードを使って、えー、動画配信した後にですね、えー、その後の動画をダウンロードしたいときは、ここの部分を見て、えー、ダウンロードレコーディングをやってください。 ということで、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。